素人がノーマル統一で、戦うとこうなる実況。パート6。はい、皆さんこんにちは、アットムツーです。では、いつも通り、10勝したらシリーズ終了、10敗したらパーティーには即レポート、プラス即レポートという、いつもシリーズで潜っていきます。パーティーは左、バトルボックスのパーティーです。ではよろしくお願いします。おお、当たった。おお、マルクス。めっちゃエゴ。そして謝ることが一つある。1550無理だったわ。間に合わんかった。いや、むしろ頑張ったと言ってほしい。でも、これでも終わったな。いや、終わってね、終わってね。これ勝って、1550に乗せて、俺嘘ついてないからみたいなスタンス取る方向でいこう。古城なぁ。古城なぁ。これ何かやばいって、クレセだな。クレセやべえな。絶対あれね。あれ、絶対ガルラ。あれ、絶対グロパン受けるタイプのクレセだから。グロパンを5つ目で受けるタイプのクレセ。ある種、わかりやすいのは助かるか。ツバメ先発でも悪くなさそう。ツバメ先発でも悪くなさそう。あー、エレザ入れてーけど。エレザ入れてーな。エレザ入れよう。エレザ入れて。エレザ入れて。ガルドギルですよね、ガルドギル。でもガルドギル、ばっかり見てると、あー、エレザはちょっと、きついか。ホルードの方が入れたいかな。ホルード入れて、ギルガルド、クレセ、コジョンド。てか、冬持ち多。多くね、あ、多いよな。冬3体。ポリツーはなんか、違う意味で入れなきゃいけないな、これ。これ完全にクレセをドグドグで倒すためだけに、ポリツー入れたくなる。あー、勝つか。勝った。このマルクス主義者には負けない。もう全然マルクス主義が何か分かってないんだけど、もう言いたいだけなんだけどさ。もう国際派だからね、でも向こうは。ナイストミーチューだから。I find thank you and do you だよ、もう。ったくよ。赤い真っ赤シンク。俺は黒です。俺地味。地味 VS 赤。あはは。分かってるねー。これどうしようかな。まあ、身代わり安定でしょ。身代わり安定。これはしゃあない、これはしゃあない。不意打ちは来ないでしょう。身代わり。あれじゃなかった。あれじゃなくてよかったわ。あの、猫魂。デパン！あ。あ、でも耐えるでしょ、一発。いくらなんでも耐えるよな、一発。コガルーラの。ああ。これ、不意打ち。これ、不意打ち、無理。これ、不意打ち、無理じゃないか。ホルド出すか、ここ。絶対不意打ちだもんね、ここ。ここ、不意打ち。レーパンガルーか。レーパンガルー。レーポパンチ、恩返し、何か、不意打ち。絶対ここ不意打ち来る。100% 来る。絶対来る。から掘る。ホルードにこう、取り2投げても、グロパンないガルーラだったら、ポリ2でも最悪見れるけど。大スバメワンパンチはしたい。大スバメワンパンチはしたいな。ホルード、ちょっと待って。パーティーが、あ、8秒しかない、なんと。大丈夫だよ。見てるよ。あーもう、いや、違う逆にここポリツ。相手は不意打ち。ここでまさかのグローパンチとかやめて。親子愛トレース。ダブルドクドク。レパン。こんなよ。別に、あれじゃねえぞ。クソクソだな、これ。クソだなこれ。恩返し。ああ、硬い。
溶けてくれ、ここで。あー、もうやべえな、これ捨てたら勝てない。でもここ次恩返し来るから、自己再生恩返し、これは耐えるから、ここで動かないとマジで終わる。これグロパンないでしょ。あーもうあーもうこれ、いや、あー不意打ち切ってたとしてどうだこれ。俺に勝ち筋あるとしたら、ヘドゲン、残りメンツがヘドゲン、ヘドゲン、メガネ、ロトム、こいつみたいな。で、カラゲン気球車みたいな。あー、順番間違えたか、これ。クレス切ってろ。クレス切ってろ。不意打ちマジで切ってんじゃないか、これ。倒し切ってくれ。無理だよねまあまあまあ。あーこれホルード先だったな、ホルード先だったな。ゲンガー切ってる背にかけるか。あーこれ積んでるなちょっと待って、ガルドはいるでしょ絶対。ガルドはいて、でもガルドは自信じゃないと倒せないけど、あ、ちょっと待って、まだ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 ある。コジョンド、タマコジョンドとギルガルドが、っていう、線で。いや、もう実際それしか勝ち筋ない。だってこれ恩返し選択したら、ギルガルド、ゲンガっていうメンツがいる中で、もう冬持ちはいない。もう冬持ちはいない。あありがとう。マルクスさん、対戦ありがとうございました。来た、京都府 VS 東京都の限りない果てしないバトルが始まる。すげえ強そうなんだけどレート環境第一戦ポケモン集めましたみたいなパーティーじゃねえか。あーまあクレセ来るよね、クレセ来るよね。っていうかこれビルドマンの、あの赤鼻ビルドマンの処理の仕方間違えたら一気に窮地に立たされるんだよな。うーん、ガブ、うーん、エレザ戦、あーもうガ、もうなんかすげえな、もう誰出されるかわかんねえ一番ダメなやつだこれ。5つ目クレセ、クレセがいる。あー、ホルード欲しい。クレセドラン、ガブ先発、いやーこれどうする。スバメは欲しいよな、スバメは欲しい。だからこそ出てくるから先発に。エレザの破壊光線で一撃で落とせるとは思えない。武神。でもエレザ欲しいね、これ。一体は持ってってくんないと。一体は。あー、クレセきちいな。クレセきちい。ポリツー欲しい。ホルードも欲しいかな。一貫性はあるけど、倒しきる力はないな。あ、マジで時間ない、マジで時間ない。あー、もうスマメ行ってくれ。あーこれ同じじゃね、さっきと。ケンさん対戦よろしくお願いします。これまだまだパワーアップが必要だな、このパーティー。ケンさん対戦よろしくお願いします。あー、ガルーラね。ハイパーボールガルーラ。
俺はモンスターボールオスマメ勝ったかな。さあこれなんかデジャブじゃねえかこれ。猫玉から入られたら訴訟もんだぞマジで。かといって他出してもな、グロパンあったらきつい、猫玉あったら致命傷だそれだけで。最悪身代わり貼れなくなる可能性もある。はい、てかこのダメでしょ対面。ポリッツに交代しましょう。あれメガ進化じゃない。早起き、あはマジかよ特に眠らしてくるやついねえけど、ゲンが怒りの催眠術とかない限りは早起きが生きるってことはないけど。あ、猫魂助かったー。さあこれグロパンあったらやばいですね。グロパンあったらやばいですよ。切ってる、切っててくれもうよくわかんない祈り切っててくれ。あ、この思考時間はない。もうこの瞬間ないよ。いやだってこれだってグロパンあったら撃つもん。あ、聞こえてきた。これ来るでしょ。あー来た、武神が。あーこれ特性見れねえの痛えな。あ、これ鉄コブだな、鉄コブだなこれ。とりあえず毒毒まぎます。根性じゃないことは分かったから、多分。叩き落とす。まあまあ、これは別にいいや。ブレバ一回打ったらもうマッパで落ちるんだよな。ツバメ。落ちるぞ。少しでも削っときたいけど、自己最で粘るか。毒ダメ稼ごう。ここはもう引っ込められないから叩き落とす。交代読みか。なんで急所当たったの今聞くけど聞くけど、なんで今急所当たったの。いや必要ない急所でしょ今の。あーテクスチャー欲しいな。ドレパン誰も受けらんねえからな。自己再生しましょう。少しでもできることなら最高なのは、あー一撃しか、強い強いぞローブシ。これは死に出しでスバメ出します。あークレセもドラムもいないでくれ頼むからクレセもドラムもいないでくれ。ここ身代わり、ここだぞここ。クレセはやめろ。あガブか、悪くない、よくもないちなみにちなみによ、よくもないな。ギリまだ耐えられるな、マッパ。一回ブレバ打てればいいから。から元気一回打ちます。あー、サメ肌プラス火傷でやばいかな、これ。マッパで落ちるとまずいな。あー、まあ、でもしゃあないな、これ。殴るしかないよな。から元気。急所絶妙に足りねえな。スイッチ置けろ。うこれもうマッパ耐えないな。鉄コブだったら鋼の翼って接触技なのかな。鋼の翼って接触技かな。非接触だったらここ落ちたいね、鋼の方。でも耐えられたらバカみたいだしな。耐えないでしょ、でもさすがに。鋼の翼落ちます。
あ、なんか接触してそうだわ。やっぱり。ああ、世の中にね、マッパ切ってる武士いねえから、マジで。俺見たことね、俺は。てね、マッパなかったら弱いんだから、武士なんて。ガルーラ。これは、考えろ、ホルードか。マッパない武士を信じて、マッパない自信を信じて。いやでも結局ホルード倒されちゃったら武神引っ込めでも負け格か、負け格か。あーダメだこれ、いやこれやばいな、もう負けるぞこれ。から元気。あーあくそ、これどうする、これウルトラ急所みたいなのが存在しない限り、そもそもガルーラ一発で落とせねえ。マッパで一発で死ぬ。これは自信で。恩返しの方が指数出るけど。なんか懐いてないのがちょっと。あー足りない、急所にいたけど。あーこのポケモン強えな、ダメか。あー負けた。ケンさん対戦ありがとうございました。どうでもいいコーナー。はい、ここから先は割とガチでどうでもいい話がグダグダと続きますので、お好みでご視聴ください。へこんでますもうガチへこみだよ、何だったんだよマジで。あーこれやべえな、練習。あーちょっとやばいぞこれ。あの出た無痛統一動画特有のスタートダッシュには成功するけどその後負けまくるっていうあの負のパターン、完全ハマってるこれ。やばいなーこれ、やばいなー、ちょっとねやばさ感じてますよ。やばいねこれ、ちょっとね、あのもう一回見直す、もう一回見直します、パーティーもう一回見直して、あのもうやっぱね考えなきゃいけない、パーティー構築はいつだって。いや考えてないパーティーは組んでないんだけど、やっぱねまだまだ辛いポケモンが多い、そう感じました。出直してきます、探さないでください。ではまた来週よろしくお願いします。あ、忘れてたけど、あのあれだわ、あーやべえやべえやべえ、あの来週から、来週じゃねえや次の動画からまた質問答えていくので、ここから先何か質問があればどうぞ。もう俺は今落ち込んでるよ、もうへこみまくりだよ、まさか2連敗すると思わなかったよもうあーてかね、ほんとちょっと教えてくれよこれ、ノーマル統一の先見の先にノーマル統一を作ってる皆さんにちょっと教えてほしいね。ぜひ教えてください。よろしくお願いします。